はい、どうもー。はい、大喜利、皆さんたくさん応募してくださってありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、大盛況ですね。大盛況ですね。はい、ありがたいですね。はい、はい、ね、ではこの中からですね、はい、僕たちね、何に応募してたんですかね。何だろうな、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12人ですね。はい、はい、あ、違うわ、ズッキーさんが2回投稿したから11人ですね。あ、2回入れた方はちょっと無交渉ですね、それは。ちょっと無条件で、ちょっと まあ11人ですね。まあ、ちょっとルール決めてなかったね。次回からはちょっと、一番最後にコメントしたのに日数とかね、まあ、そう、考慮にするとかしましたけど、今からいいですか。大丈夫、はい、2回目ですからね。はい、ありがとうございます。ということでね、うん、最低方法は僕たちが得点5点持ってて、5点を好きなように振り分けていくっていう感じでですね。前回と一緒ですね。前回と一緒にいきましょうか。うん、はい、オーケー。出ましたか。あ、もう決まってんの。君は。あ、もう大体、大体、ね、あ、俺もだいたい決まってる。はい、じゃあ集計が終わりました。あ、終わりました。いきます。はい、西村さんから行きましょうかね。じゃあ僕行きますか。はい、僕はですね、2人選ばせていただきました。お、2人、はい、2人で、はい、3点と2点です。はい、はい、はい、で3点、あ、じゃあ2点の方から、うん、はい、ですが、2点の方、非常に面白かったです。ヤンシーさん、パチンコ台の全てが VR になる、うん、台に触ったら VR ゴーグルをつけて遊戯開始、出玉等々は全てホルコンにてチェックされ、換金もホルコンにて払いされると。こちら、はい、僕はこちらに2点を差し上げたいと思います。はい、これ面白いっていうか、本当に実際にありそうな感じしますけど。そう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 、なんか起きてもおかしくない、起きてもおかしくない感じですよね。うん、このなんか妙なリアル感ね、うん、こうなんか今の時代に沿ったようなこの規制、うんうん、楽しいと思う。あったらあったらなんか楽しいと思います。西村さんはね、面白いよりはね、なんか ありそうだなみたいな答えが好きみたいです。なんかリアルさみたいな、うん、なんか僕に、なんか面白いことが見つかっちゃったみたいなこと言ってきて、なんか言ってたんですけど、面白くはないけど、確かにあったら便利だなみたいな答えだったんで。面白くない？いや、大喜利として面白いかって言ったら、まあ好みがあるけど。まあそうだね、はい、まあそれが2点です。我々の好みになるんですね。で、1位ですね。本当は4点あげたかったんですね。はい、こちらでございます。4点はね、決まっちゃいますからね。そう、決まっちゃうからね、と思って。で、僕が選んだもう一人の3点の方、コーヒーレインさん。はい、魚群は7から8匹。シンプル。もう普通に、もうこれ見た瞬間もう普通に笑った。めちゃくちゃ面白かった。うん、はい。なのでね、コーヒーレインさん、僕は3点。はい、差し上げたいと思います。はい、はい、はい、じゃあ次、カラコ。僕、はい、僕はじゃあちょっと、まず僕はちょっと、まず1人目ですね。はい、発表してもいいですか。はい、ですよ。1人目、小林拓さん。ほう、当たると思う煽り演出は禁止。それな、これはすごいですか。確かに面白かった。え、これって入んないですか。俺は入んない。これやったらつまんない。実際に起きたから。いやいやいや、つまんないもん、真面目かよ。大喜利の本質。違う。それはこれやったら嫌だなってことで面白いじゃないですか。そうだけどさ、そうだけどさ、ただなんか辛いだけの規制じゃん。うん、いやいやいや、それが面白いじゃないですか。そう、はい、そうですね、この方が1点差し上げます。あ、1点ですね、はいはい、はい、次が僕ラストです。ラスト4つけたのかよお前。結局次4がいましたね。4点、何かカフェレインさんですね。一緒かい。コーヒーレインさん。あ、コーヒー、マジでカフェのコーヒーでこれするじゃないですか。そう、魚群は7、8匹。これはね、面
面白い、これは。うん、うん、あのね、天才です、本当に。普通に面白い、はい、いいとこついてます、めちゃくちゃ。シンプルだけど強いっていう感じがしますね。違うんですよ、うん、確かに、うん、すげえいっぱいいるもんね、うん、この方はなんか正義でもなんか面白い舞台してくれてたような気がします。あ、そう、俺もね、そう思ったんだよね。そうさせたけど、うん、じゃあ今回はじゃあコーヒーレインさんですね。はい、合計得点7点、すごい、ずっとバネきちゃってましたね。はい、10分の7点です、うん、素晴らしい、はい、こんな感じですね、こんな感じですね、はい、はい、ということでじゃあカフェレインさん、はい、コーヒーな、コーヒーレインさん僕か、西村さんにね、Twitter の DM をね、フォローしてくれてるはずですんでね、はい、送ってください。はい、はい、お待ちしてます。はい、はい、どっちが3000分を払うかで、大丈夫ですね。あ、あったで、そんなんね、じゃんけんでいいの。あ、面白くないけど何でしょう。じゃんけんでいいよ、じゃんけんでいい。なんか君に前回言ったらしいじゃん、うん、なんか、あの絶対勝てるじゃんけん、あ、そういう系なんだ、そういう系。シートリは僕絶対買ってますけど、長くなりますもんね。そうだな、そうだな、うん、シートリなんか山手線ゲームみたいにさ、あの縛っちゃった。あ、いいっすね、うん、はい、わかりました。お題出すのはじゃんけんで決めるじゃん、どっちがテーマ出すか。そうか、あんまり言うと自分の専門分野やめてくださいよ、それ。あ、でもそうなっちゃった、そうなっちゃった、うん、じゃあ、何がいいじゃん。じゃあ僕が100円でいいですか。君が発表、はい、テーマ、テーマ、はい、うん、いいけど、うん、あれよ、本当に2人とも分かるやつでしたね。そう、試しに言ってみて、試しに言ってみて、試しに言って、試しに。やっぱりね、今魚群の話が出たので、はい、はい、海物語の法則やばい、ずるくないですよね。ずるくないですよ。長いでしょ、君だって。海歴長いでしょ。いや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 。お前何年アマンチュアやってるの。いや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 。やってるでしょ。できましたね。それは違う、それは違う。違くないよ、これは。うん、法則でしょ、うん、確定するぜって法則ってこと。いや、何でもいいです、何でもいいです。何でもいいの。例えば、もう言っちゃうと、大阿波予告でスーパーに発展したら、当たりとか。はい、はい。うん、じゃあそれでいこうか。いいよ、うん、勝てる気がしないけど。いいよ、僕2個いますじゃん。2個いって1個いって。優しいじゃあそうしよう、いいですか、そうしよう、はい、はい、じゃあ最初今のね、うん、大泡でスーパー行ったら確定、はい、はい、確変中魚群で当たったら、まあ ST じゃなければ確変、はい、法則ね、法則ね、うん、確変中、うん、ノーマルリーチは当たり確変中、ノーマルリーチは当たり確定ですか。それかはい、終わりですはい、終わりました当たりじゃないの。いやいや、ノーマルリーチ人をこう待つ以外は必ず走るっていう法則がありましたけど、確変中ノーマルだったら必ず当たりではありません。あ、そうなんだ。そんな訳がない。いや、外したことあるでしょ、格言中ノーマル何回も。格言中ノーマルじゃない、ノーマルだよ。外すことありますよ、全然。あ、そっか、終わり全然ストックあった、10個くらいあったのに。いや、もうどうでもいいの、法則なんて。当たればいいんだよ、いやいやはい、ちなみに 1級のダブルレッジで、あの、裏4が止まったら必ず走るって知ってますよ。知らん、どうでもいい、そんな、はい、必要ない、必要ない知識、必要ありますよ、早く止めれますから。それ魚群だけで、魚群だけで7、8匹流れればそれで十分だ。魚群って魚群って止めればいいでしょ、はい、ということで西村さんに払います、3000分。はい、僕から送ります。はい、ありがとうございます。はい、じゃあまた来月もお待ちしてます。はい、はい、じゃあバイバイ。